香りで人を癒して効能で島の人たちの健康を支えてきた、その香りって島の宝物なんじゃないかなって。沖ノ島の木材を使用したライフスタイルブランドマイツリーをプロデュースする池田瑞恵さん、今回はそんな彼女のスタイルに迫ります。もともと自然がすごく好きだったんですけど、東京に出てきて建築を勉強して、で子供ができてからなかなか自然に触れていくことも少なくて、で設計で描くことをやっていたんですけれど、実際自分で物を手で作りたいっていう気持ちもすごくあったので、たまたま主人の実家が沖ノ島だったので、そこの豊かな自然の木を使ってこう自分で何か作りたいなっていう思いから始めました。日本海に浮かぶ沖ノ島とは、道後と呼ばれる一つ大きな島と道前と呼ばれる3つの小人島からなる島が、全部総称して沖ノ島っていうんですけども、自分の故郷でありふるさとである場所なんですけども、島のほとんど 85% が森林で構成された海と緑に囲まれた、非常にこうバリエーションに富んだ場所っていうところが一つ特徴として挙げられるかなと思います。最初に丸太を使った商品を作り始めた彼女だったが、ある出会いをきっかけにアロマ製品も手掛けるようになった。一人の女性に出会ったんですけれども、でその方が実はすごくアロマに精通した女性で、木のいい香りをどうにかすることができないかっていう話をしたのがきっかけ で、実際その杉を蒸留したりもしたんですけれども、なかなかこう思ってるようにうまく抽出できなかったり香りがちょっと違うかなっていうのがあったんですけれども、そのアロマをやってる久美子さんに、黒文字は沖にはあるのって聞かれたんですね。沖ではその黒文字のことを福が来るって書いて福木って言うんですね。それぐらいいい木っていうイメージがすごくあるんですね。そのまま木を黒文字を取ってお風呂に入れたりお茶として飲んだり昔からしていたそうで、早速こう委託で蒸留をしてみたんですね。そしたらもうものすごいいい香りで、その抽出量も多かったので、いろんな人に知ってもらいたいっていう思いで蒸留をすることにしました。沖の黒文字の特徴とは、黒文字は日本にしかない木なんですね、樹木なんですね。本土の黒文字の香りを構成している成分ってだいたい20数種類なんですね。でそのうちの 60% 近くをリナロールっていう香りが占めてるんです。なので黒文字っていうと今までリナロールの香りだったんですね。それが主だったんですけど、沖の黒文字はいろいろな香りがバランスよく混ざってすごく深い香りになってるんです。久美子さんの知り合いにすごく長嶋司先生というアロマ界でかなり有名な先生がいらっしゃるんですけど、その先生を紹介してくださって、初めてこう家でいざ黒文字を蒸留するっていう時に、わざわざ長嶋先生が自宅に来てその蒸留の指導をしてくださったんですね。アロマに関してはすごく詳しいですし、そんな先生に手取り足取り教えていただいて、今こうやって黒文字を蒸留し続けることができていると思います。マイツリーの商品の中心となるのは、沖ノ島の黒文字から抽出した希少なエッセンシャルオイル。黒文字を蒸留して取れるエッセンシャルオイルの抽出率ってすごく低いんですね。ディフューザーに入れて芳香させて楽しむですとか、お風呂で楽しんでいただいたり、特に黒文字はこう癒しの香りと言われているので、身にまとっていただいてもすごくいいと思うんですね。気軽に日常使いできるアロマウォーター。マイツリーのアロマウォーターは、その蒸留して出てきた
ここ蒸留水をそのまま生のままボトル詰めしています。クロモジはすごく抗菌効果が高いんですが、さらにこう香りと抗菌効果を高めるために取れたてのエッセンシャルオイルを数滴垂らしたものを詰め込んでいます。沖の風をイメージして調香されたオーデコロン、山の木の香りであったり潮風の爽やかな海の香りであったり、そこにこう森の沖の森の中で咲く花の香りをプラスしたような自然な深い香りに仕上がっています。沖の島でも昔から飲まれていた黒文字茶。黒文字茶は胃腸にいいって言われていて、島の人の間では日常的に飲まれているんですね。木部をこう煮出すと薄いサーモンピンクのようなすごく綺麗な色になって、ホットでも美味しくいただけますし、アイスで冷やして夏にこう飲んでいただいても爽やかにいただくことができます。マイツリーの商品は沖ノ島出身ではない彼女だからこそできたものだという。うちの実家昔、今は違うんですけど五右衛門風呂だったんですよね。工場でいらない端材をたくさん家に持って帰ってきて、僕一緒に手伝ったりしたんですけど、斧で割って乾かしてくべるとかですね、まさに 僕にとって木っていうのはそうい こう生活に非常に密着した存在であって、まあ逆にこういうなんかそれで生活にこう彩りを与えるっていう存在ではなかった。なので逆に今その家内が木を使って生活にこう彩りを与えていくっていうところをやってるのを見て、私も改めてその沖ノ島のその良さだったり価値の再発見みたいなことがさせてもらってるのかなっていうふうに今すごく思ってます。黒文字が私にとってはこう島の宝なんですね。なので島の人たちにも黒文字って島の宝なんだなって思っていただけるような商品に育てていきたいと思ってます。そんな彼女が今後目指していきたいものとは。将来の展望としては沖ノ島に黒文字の香りで満たされた宿を作って、たくさんの方をこう癒していきたいなと思っています。